皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日は画像処理ソフトのご紹介をしたいと思います。ルミナーネオというですね、画像処理ソフトですね。このソフトですね、私初めて今回使いました。実際にこのルミナーユーザーの方からですね、成形写真の、現像する時のチュートリアルとかそういう参考になるものが少ないんですけど、やってくれませんかってことをね言われたことあったんですよ。で、気になっては5つも、私も使ってなかったんですが、この度ですね、使ってみませんかということでお話しいただきまして、ご提供いただきましたので皆さんにご紹介したいと思います。じゃあ行ってみましょう。ルミナーネオはウクライナですよね、のスカイラム社というところが、製造している画像処理ソフトです。ルミナー1,2,3,4 までなのかな。でその後ルミナー AI になって、今回ルミナーネオっていうのが現行で使用されているものです。私自身は普段は Adobe の、Photoshop Lightroom Classic、 それから Photoshop っていうのを使ってるんですけども、それだとその写真の現像メインは Lightroom で、それからさらに手の込んだ合成とかそういうものはフォトショップでみたいな感じで2つに分かれてやってるんですけど、それが全部が全部の機能いらないよね、写真の現像で使うそれぞれのいいところを1個にしましたよっていうのが多分ルミナーなんじゃないかなと思います。 AI で解析して、いろいろなオブジェクトの除去とか、あとスカイリプレイスメントっていう その空を入れ替えたりとかですね、そういう合成も、一つの現像ソフトの中で完結して行うことができると、通常の写真の現像もできるし、こういう合成もできるしっていうことで、今ってこういうジェネレーティブフィル、ジェネレーティブ塗りつぶしって他社では言いますけど、その AI を使って、もう作っちゃいますよと、ないところは作っちゃいますよみたいな機能って、私の記憶だとこのルミナーがスタートだった気がしていて、でその後どんどん他のメーカーも出すようになってきて、で今があると、で今はその AI 対策どうしますかみたいな話とかもなってきて、より深い議論になってきてるわけですけども、そういう、きっかけを作った先進的なソフトなんじゃないかなというふうに思います。要するにいろいろなこうパラメータをいじって自分の思い通りにやっていくっていうのはもちろんいいんだけど、それ以外にもいろんなパターン、例えば昼間とか夕焼けとか、それにまつわるプリセットをワンクリックで当てるだけで、いろいろなものが表現できますよというものだと思います。これは合成というよりホワイトバランスを変えてるわけですけども、そのホワイトバランス、こういう色がいいんでしょっていうプリセットがもう割り当てられてるので、ワンクリックでできるという感じですね。例えばこの太陽光線ってやつはもう太陽のこの光棒を足しますよみたいなね、こういうエフェクトですよね、もうね、エフェクトみたいなこともできれば、このアトモスフィア、ちょっと霧っぽく見せる、顔を細くしたりとか、これはフォトショップでもできるんですけど、こういろいろ勉強して使わなきゃいけないのがこのパラメータだけで済んじゃうっていうね、顔を細くしたり目の輝きを増したりとかっていうことがワンタッチでできるようになりますよっていう。でこれが価格ですね、12ヶ月サブスクリプション、だから年間1000円したってことですね。あと障害ライセンスっていうのも、買ったらもう払わなくていいよっていうプランもありますと。ただ生涯永続の買い切りとはいえ、ちょっと制限はあるのかな。生成ツールは1年間とか、追加のアップグレード料金が必要になる場合がありますよと。そういうのがなくて常に最新で使えるっていうのがサブスクプランの方なんじゃないかなという感じですかね。じゃあそのプラグインとして使うこともできると、Photoshop Lightroom の、画面の中でルミナーを起動してルミナーの、ソフトを使うっていうこともできるっていうことですね。最初にいくつかその無料のプリセットっていうのが入ってるんですけど、追加で課金して新しいエフェクトを取り入れてるのができます。でこの天の川を追ってって書いてますが、2900円ぐらいでこの星空関係の成形写真用のプリセットっていうのをできますよと。だからこれ購入すると、こっちからこういう風にやったりとか、この写真もそうですね、こういう風に撮った写真が、こういう風になったりっていうのができますよと。最初出た時になんかね、これってどうなのみたいなね議論ってあって
ったと思うんですよ。ただこのソフトをすごく喜んで使ったっていう方が SNS を主戦場で、写真を投稿している方とか、あとは仕事ですね。例えば私の場合だと YouTube のそのサムネイルとか、サムネイルの背景で使う画像とか、いち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 素材を自分で撮ったやつを使わなくても、まあ、こっちの方で合成してささっとできますよって、要するに時短になるってことですね。それ仕事でやってる方が結構食いついたんじゃないかなみたいなイメージがあります。とにかくまあ最初画像処理ソフト使った時ってどのパラメータが何を示すのかわからないし、こういろんな機能があってそれをこうやってみても違いがわからない、効果がわからないとかっていうのは結構あると思うんですよ。そういう、悩みを解決するために作られたのかどうかは分かりませんが、そういう人に刺さったのがこのルミナーじゃないかなというふうに思います。このソフトを説明しようとすると結構時間かかるんですよ。で、今日はですね、まあその成形写真、もうルミナー使ってる方からのその要望っていうのがあったので、実際これで成形写真現像するとどういう風になるのかっていうのをお見せしたいと思いますね。私も今回このソフト提供いただいて、まあ、初めて使用したのでまだまだその使いこなし的には全然足りないと思うんですけど、あ、こういうの使いやすいんじゃないかな、こういう風にやったらいいんじゃないですかなみたいなのを、皆さんにお見せできたらなっていう感じですね。で、私がですね使用しているのが今 Mac 使ってるんですけど、MacBook Pro の、M116GB の MacBook Pro ですね。はい、では今ルミナーネオを立ち上げました。はい、でですね最初ですね、このカタロ上の方を見るとカタログ、プリセット、それから編集というのがあります。3つですね。でカタログっていうのは、これ写真を管理するところ、このプリセットっていうのはあらかじめこう割り当てられた設定色とかをこう反映させるときに使うやつですね。で編集っていうのは画像処理のところになってきます。でこのレイヤーっていうところが、合成機能を使うのがメインのところになってきますね。で簡単に、使い方を説明したいと思います。今いくつかありますけど、この左上の写真を追加っていうところを、クリックします。そうするとですね、どこの写真を取り込みますかみたいな感じで聞いてきます。でここでなんか、どの写真にしようかなみたいな感じで選ぶと、このフォルダとかちょっと読み込みましょうか。でフォルダごと追加すると、左側にこのフォルダっていうのができて、それぞれ読み込んだ写真がここに表示されるようになっています。今このフォルダですねを読み込んで、このルミナーネオの方に取り込んでいるところですね。でこの取り込んでいる待ってる間にプレビュー画像を作ってるんだと思います。要は元々のデータでめちゃめちゃでかいので、それを小さく圧縮したものを、見せて動作を軽くしてるっていうことだと思いますね。はい、でこれで、見えるようになりました。でですね、ここでそうだ、私ニコンユーザーなのでニコン使ってる方注意点なんですけど、ニコンのカメラってローの形式今3つあるんですよね。ローなんだけどある程度軽くした圧縮ローですよね、多分ね、ができるんですけど読み込むことができません、対応してませんでした。でこの写真ですね、ここになんかここにカメラ写ってますね。はい、誰かのカメラ写ってます。あとこう影が写ってますね、こうやってね、自分の影、これ月明かりがある状況だったので後ろから月明かりが当たってこういう風に影ができてしまっていると。いや例えばですね、ジェネ消去やってみましょうか。はい、これをクリックするとこれ解析してる状態です。でこの余計なものを省きたいよという時にこういう風にですね塗っていくんですね。この影とか全部消しちゃいましょうか。じゃあでブラシサイズはこう大きくする小さくするっていうのができます。ここ でこれでこうざっくり今適当にやってますけど、でこれで右下の消去ってボタンを押すと解析してくれます。でこれマウスをこうやって動かすとこうマウスについてくるんだよね。まあどうでもいいですけど今影を消して代わりになる部分の画像っていうのを今作ってくれてるんですね。でできた画像がこれです。わかんないね、もうね、ほぼわかんないですね。でこれここのところがちょっとはみ出しちゃったかなっていう風に、なのでちょっと後で出てますよね。これ消したいときは選択解除っていうのをやって、ここのところをこう、はい、省きましょう。解除しましょう。ここまで少なくていいよってことですね。でこれでもう一回消去ってやります。本当は一個ずつ消していった方がいいみたいですね。はい、
これでここの変な村は消えましたね。はい、こういう感じでこれも保存すると、このジェネレーティブクリエーションズっていうところにですね、データが保存されます。ゼネ消去をした後のデータっていうのはローじゃないです、 TIFF データになります。多分16ビットの TIFF なんじゃないかなと思うので、 TIFF でもねデータ容量はすごく多いので、ここから画像処理していく分には問題ないですけど、まあローからやりたいなっていう方いらっしゃると思います。なんとなく気持ち悪いなみたいな感じですよね。でそういう方は一番最後にこうジェネ消去とかを使うのがいいのかなというふうに思います。でこのプリセットっていうところに移ると、ここにいろいろな、プリセットですね、色を割り当てたりとか効果とか、画像処理を割り当てるとかができるんですけど、この写真のためにでこうおすすめしてくれるやつありますから、でおすすめしてくれるやつの中にこうゲットって書いてあるやつがありますので、あとプリセットをさらに入手っていう項目もありますが、これを押すと、まあ、こうやって追加の素材、プリセットをダウンロードして使うことができますよって、課金すればできますよっていうような感じですよね。で成形写真関係のプリセットも一応ここに入ってますので、これ夜空でいいのかな、あそうですね、こういうナイトスカイズイオブザワールドとか、夜関係星関係のプリセットっていうのも天の川ハンティングとかね、こういうのもありますんで、興味のある方は追加で購入してプリセット使ってみたらいいんじゃないかなと思います。でこのジェネ変換っていうものはもう置き換えるやつです。これ作業すると重いので、ルミナさんのページのやつをやりますけど、木のところをこう囲って、で何に置き換えますかっていうこのキーワードを入れるんですね。これ日本語でも日本版はいけると思うんですけど、そうするとこうやって入れ替わるっていうのが、ジェネ変換、まあ、パノラマスティッチングぐらいは私素材あるんでお見せしましょうか。ですね、例えばこの辺かな、これここから始まってこう横にずらしながらパノラマ撮影してるんですよ。例えばここからここまでの写真こうやって、まとめて選択して、パノラマスティッチングっていうのを開いて、でここにこうドラッグ&ドロップするんですね、今選択した写真を。はい、で開始するをクリックします。はい、表示されました。今ね30秒ぐらい待ったかな、うんですかね。こういう風に、パノラマスティッチしてくれました。で左下にこういろいろなモードがあって、休憩、円筒形、メルカトルみたいな感じで、こういう風にいろいろ表示がこう切り替わるような感じですね。でこの中でどれがいいかなっていうのを選んで、まあ、続けるっていう風にやって、でここでトリミングして使いますよっていう感じですね。でこれでもう保存しちゃえばこれでパノラマスイッチができましたよと。でアップスケールはこれ画素数増やすやつですね。1000万画素のカメラを4000万画素にするとか、まあそういう感じの、機能ですね。これやるとね、これまた時間かかるので今日はやめときます。はい、では、続いて画像処理のところですね、行ってみましょうか。ザ・天の川の写真でちょっとやってみようと思います。でこれでプリセットいきます。あ、プリセットですね、編集いきますね。で右側にずらー並んでますね、ずらー並んでます。はい、いろいろできます。もう全部試すときりない昼間の写真だと効果分かりやすいんですけど、成形写真だとちょっと効果の分からないものが多いですね。やっぱちょっと光が足りないからなんですけど、でね、ここからはまあ自分こうやってやったらうまくいくんじゃないかなみたいなのをいくつか提案したいと思います。まず最初なんですけど、この編集っていうところに入ると2つあるんですよ。多分ねこれ最初にやってから行った方がいいんじゃないかなって、まあ、こうツールにも同じ項目が実はあるんですけど、こう現像とノイズレスあるんですけど、この編集のところに行くとこのローとノイズレスが最初から2つあるみたいなん で、まあ、ここからやってたらいいんじゃないかなっていうのが思います。まあ、分かりやすいってことですね。で例えばノイズレスにして、これ AI がノイズ除去をしてくれるんですよ。アドバイス、この画像には高調整をご利用くださいって感じですね。高調整、はい、これで AI が、自動的にこう画像を解析してノイズ除去を行ってくれるっていうものになります。で、今これ拡大されましたけど、はい、こういう感じですね。でビフォーアフターが見たいときはこの、なんだ、目のマーク押すと
ビフォーアフター、ビフォーアフターみたいな感じでできますし、右下のこのボタンを押すとビフォーアフターをこういう風にやります。でこれ高調整使ってくださいって指示来ましたけど、まあ自分見た限りちょっとノイズ低減かかりすぎかなっていう感じがするので、こうはおすすめじゃないですね。まあここでこういう風に調整もできるんですけど、ここなんか調整してもそんなに、効果がなくってビビたる差しかなかったので、まあ例えば中にしてみましょうか。うん、こっちの方がまだ使えるかな。低でもいいかもしれないな。自分の好みだとそんなにかかりすぎない方好きかなっていう感じがしました。でこれ今使ってるのは AI のノイズ低減の機能なんですけど、これ以外に AI じゃないマニュアルのノイズ低減っていうのもかけれますから、とりあえずこれ進めてみましょう。で現像に行きます。でカメラプロファイル、今ルミナーデフォルトっていう色設定が割り当てられてますが、これはね、ニコンの Z7 で撮ったやつだね。カメラフラットっていう状態で私撮影してることが多いので、撮影したデータ、カメラのプロファイルを割り当てられて、こっから画像処理っていうのをすることもできます。あ、しまった。このヒストグラム表示するときなんですけど、最初ね、こういう風な感じでヒストグラム表示されてないと思います。で、このビューの中から、ヒストグラムを表示っていうのをクリックすると、はい、右が上に出てきます。で、だいたい真ん中よりちょっと左ぐらい、このぐらいが多分ね、適正露出なはずなんですよ。なので、で最終的にいろいろ画像処理して、ここまで、このぐらいのヒストグラムになるのがベストですよっていう感じでやっていくといいと思います。まあちょっとハイライト下げますね。それからシャドウをちょっと上げましょうか。この風景部分を見せるためですね。はい。まずはここでその、下ごしらえというか、整える作業をやっていきます。で、色が、ちょっと緑がはみ出てますよね。このヒストグラムもうちょっと大きく表示できたらいいんですけど、今これ私右上見ながら作業します。こう見ながら作業します。この、右縁の緑がなくなる、重なるぐらいですね。サイドはこう全体的に上がるサイドと自然なサイド。サイドがそんなに上がってないところを上げるっていうサイドと2つありますが、まあ、この辺はね、好みでですね。で、まあ上げすぎ注意ですよね。まあ、基本的に私30以上上げることないですね。で、シャープネスはこれ、まあ、そのままの通りシャープにするんですけど、撮った画像がすでにシャープに撮れていいので、ここはシャープはかけなくていいと思います。で、ノイズ低減、これですね。ルミノシティっていうのが軌道ノイズの低減性、ザラザラザラとしたやつが減っていきます。これ分かりやすく100にしますね。全体にノペットしますんで、これもかかりすぎは注意で、そうだな、これまあ20とか30ぐらいでいいんじゃないですか。で光学っていうところが、レンズ的なやつですね。はい、例えばこの辺りですね、結構あの色修正載ってるじゃないですか。はい、青いのが載ってますね。でこれ自動フリンジ削除っていうふうにやると、あ、今消えたの分かります？これ今送りますね。この星見てると分かるかな？はい。ここにこう、青いのが星の周りに乗ってるやつが自動フリンジ削除で、ちょっと消えると。ちょっとなんか星が膨らんだような感じになりますね。で、この自動色修正補正っていうのをチェック入れてみましょうか。うん、今変わりましたけど、こっちはそんなにビビタルさっていう感じですかね。はい、まあ、2つともチェック入れていいのかな。うん、はい、という感じですかね。で、レンズの歪み自動歪み補正っていう機能もありますけど、あのこれね、こう拡大した状態だと差が分かりにくいんですけど、これ引いてみると自動歪み補正オン、パッ、今変わり、この辺見てれば分かりますね。変わりました。オフ、オン、オフ。で、拡大してみると分からないんですけど、引くと分かるっていうね、うん、のが、このソフトウェアの特徴みたいで、まあ、できればちょっと拡大した状態でもね、見せてほしいなと思うんですけど、とりあえずこれは、なんか、歪み補正オンにすると、色修正がちょっと増えるような感じがあるので、これはオフにした方がいいんじゃないかなと思います。で、ビネット除去っていうのは周辺原稿ですね。これを上げていくと周辺原稿補正が。で、このビネット除去中間点っていうところで、どのぐらいの範囲でその周辺原稿を抑えますかみたいな、その、境界線ですね。こう移動するような感じ。と、まあ、ここまでが、下準備じゃないかなと思います。
で、ここからツールに戻り、いきますね。で、ツールに戻って、ここから、さらに画像処理加えていくんですけど、このルミナーネオのね、特徴なのが、履歴が残るんですよ。画像処理履歴。画像処理履歴っていうのは、フォトショップでいうヒストリーとはちょっと違って、ちょっと今お見せしますね。今、編集のところを開くと、はい、ノイズレスと現像をこう、調整しましたよっていうのが、ロー編集のこの履歴で残ってます。まあ、編集消去っていうのをやるとこれ消えるんですけど、で、さらにやりたいなと、なった時に、ですね、例えば、風景写真。はい。この中にある霞の除去ってあります。はい。霞の除去をこうかけてみましょう。そうすると、ちょっとなんかこう、天の川がこう際立ってる感じわかりますかね。で、例えばまあこれで良しとするじゃないですか。で、終わりますよと閉じると。この風景写真クリックすると、あれ、霞の除去さっき俺上げたのにかかってねって最初思うんですけど、そうじゃなくってですね、これ編集の履歴の方にも回ってるんですね。はい、ここにいました。だからこう、こういうふうにですね、いろいろ重ねて、段階で、ちょっとホワイトバランスもう一回ちょっといじりてえなって戻って、もう一回こう調整するっていうのができるんですね。はい。で、反映した状態でその上にはさらにこうかかってるっていうのができるっていう。まあ、これがルミナーの一個の特徴なのかなと思います。で、ちょっとですね、霞の除去今かけすぎてもうボコボコしてきたんで、もう大変なことに画像はなってるので、わーわーわー。これちょっとね、消したいと思いますんで、この、編集から霞の除去をちょっとかけ直す。で、他にも、なんていうか、こう、天の川を強調するのに使用できる、まあ、便利そうなやつっていうのが、ドラマチック。これ、適用量を上げていく。ディテール強調みたいな感じですね。はい。こんな感じでします。たまにこういうの上げてる人いるけど、ダメですよ。ダメですよっていうか、そのちゃんとこう、見て拡大してね。拡大して、うわーノイズまみれだと思ったらもうやめた方がいいですから。で、ローカルコントラストって、まあ要するにこう HDR 感って言えばいいんでしょうか。それがこう、このパラメータスライダーで、操作ができます。リセットするときはここの矢印マークを押したりとか。で、このゴミ箱マークを押すと消えます。はい。スーパーコントラストかな。これの中間調コントラストっていうのが、同じこう明瞭度を上げていくような作業ができると思います。で、中間調のバランス、ちょっとコントラスト上げ目なのか下げ目なのかみたいな感じですかね。こういう調整ができます。で、もちろんですね、一回一回戻んないで追加でやっても OK です。例えばホワイトバランス今ちょっとなんか変な感じになってますよね。現像で、今回の写真は、ちょっと映えを狙って青寄りにしてみましょうか。で、ノイズ的にもうちょっとかけようかな。ルミノシティ、キドノイズですね。で、なんか、まだらにグリーンがあるなと思ったらですね、カラーの中に HSL っていうのがこれありますから、これで特定の色をこう下げるっていうのができます。これ今サイドになってます。サイドを、やってますけど、ちょっと青すぎたなと思ったらブルーのサイド下げたりして、空の部分だけちょっと明るさを落としたりして、処理を強調して、地上風景の部分には影響を与えないというようなことをやりたいんですけども、ここにですね、補正ってあるんですよ。AI 補正。これ自動的に、このアクセントっていうのを上げると、もう自動的に AI がこう感知して、いい感じにしてくれるっていうやつですね。これマスキングってありますよね。はい、マスキングっていうのがあります。で、ここで、いろいろな、処理ができます。こう線形グラデーションにするとこういう風に上の部分にだけかけることができたりとか、放射型グラデーションっていう風にするとこういう風にですね、天の川のところだけこういう風にかけることができたりとか、いろんな形ができます。で、ここで紹介したのはマスク AI っていうですね、これやると AI が解析して空、山、川みたいな感じで、それぞれのマスクを自動的に作ってくれるんですよ。はい、今終わりました。あれ、山しか選択してねえや。山。はい、これですね。こういう感じです。山に対してこういう風にマスクをかけてくれました。はい。で、今、この状態だと山に対して画像処理が施されてしまうので、1個戻ってですね、ここにマスクアクションっていうのがあります。これを反転ってしましょう。そうすると、
はい、こうやって空の部分にマスクがかかりましたよっていうのが出てきました。でここで調整に入ってアクセントっていうのやると空の部分だけに、この処理が反映されます。さっき地上風景の部分がなんか変な色ムラが出てきたのが、空のとこだけにやってるので、その色ムラが反映されませんよっていうことですね。でこの空の部分もう少し青くしたいなっていうふうに思った時に、現像からこのカラーで、青に振っていくと、なんだか全部が青くなってしまうっていうのがありますよね。で空だけちょっと青めに振りたいなと思った時に、やっぱり同じくマスキングっていうのをして、マスク、はい、こういうふうに山が選択されました。で同じくこれも山だけじゃなくてね、これ反転させて、でこれかかってるかどうかちょっと今分かりづらいんですけど、こういう時にね他のツールをこう選択して、今ブラシ選択しましたけど、空をクリックすると、あ、やっぱ空かかってんだっていうのが確認できます。はい。でこれで、露出下げたりコントラスト上げたりして、整えていきます。ここからこの天の川の部分だけ強調したいなってなったら、例えばさっきやったこの霞の除去をかけましょうか。霞の除去をこう天の川のところだけかけたいよっていう風にした時に、マスキングブラシでこういう風にかけて、少々霞の除去をこう上げて、あ、これもうやるともう枠出ますね。やりすぎですね。それからゴールデンアワーっていうのやると、その天の川のイエローのところがこう濃くなります。で今見たらこう風景のところがなんかいつの間にかこう、あ、AI 補正やったからかな、こう赤いの出てきちゃったんで、風景部分ちょっとシャドウ下げましょう。現像でマスキング、マスクで山にしますね。山をですね、はい、山かかってますね。はい、でこれでちょっと露出下げればいいかな。うん、こんな感じでいけばいいですかね。はい、その他結構これ使えるかなと思ったのが、この覆い焼き焼き込みってやつですね。はい、例えばこの天の川の部分をうっすら明るくしたいという時になった時に、こう適用量を 30% とかにして、ブラシサイズこう変えれるんですけど、で比較明にします。でこの天の川のところをこうなぞってみてください。ちょっと明るくなってるの分かります？ちょっと天の川のところ明るくすることができました。あと周辺原稿はちょっと補正しきれないときに、これも比較名のままこうなぞって明るくしたりとかっていうのができます。で逆にさっきこう右下左下にちょっと赤いノイズ出てきちゃいましたよね。こういう時は比較暗にして、逆に暗にしてここを塗ると暗くなります。ちょっとシャドウを明るくしすぎたので暗くなったってことですね。周辺言語補正するときにですね、画像ちっちゃくすると分かりやすいんですけど、これね、これ以上マイナスにならないみたいなんですよ。大きくするのはこうズームアップできるんですけど、これ以上ちっちゃくできないので、これまあ今後改善してくれたら嬉しいなとは思いますね。ちょっとマニアックな裏技を紹介したいなと思います。ノイズ低減をかけるときに、要はノイズ低減でかけると全体的にこうノイズ低減がかかるので、まろやかになるんですね。ノイズは消えるけど、こう擦ったようなノイズ低減がかかるので、星もシャープじゃなくなっちゃうんですよ。でそこでどうするかっていう話なんですけど、このノイズ低減をクリックしてですね、マスキングの中からルミノシティっていうのを、クリックしてください。明るさを基準にしてこうマスクをかけますよっていうものなんですよ。はい、今解析終わりました。30秒ぐらい待ったかな今ね。ここをこう調整すると今赤くなりましたね。赤くなって範囲が変わってんのが分かります。どこまでのその明るさのところにマスクかけますかっていう話なんですね。例えば今これトントンといくと、この星の中心の部分にマスクかかってますよね。でこれこう全部星に綺麗に合わせるっていうのは、やっぱこの星の周りの光棒もあんでね、光棒はまあ気にしなくていいかなと思うんですけど、こんな感じ？この天の川のちょっと一部分かかっちゃってますけど、基本的にはこれで、星マスクってやつですね。星だけに、このマスクをかけることができました。
で今このままノイズ制限かけると星に対してかかっちゃうので、これで1回戻ってですね、マスクアクション反転というふうにやります。でそうすると、反転した状態で、こういうふうに星以外のところにマスがかかってます。で風景部分かけたくないじゃないですか。だからここで小ブラシを選択して消去ってやって、サイズこんぐらいでいいのかな。ここで風景部分をこう塗っていきましょう。マスクを外すんですね。風景部分にはノイズ低減が余計にかかってこうマイルドにならないようにしたいと思います。まあ、これもちろん風景部分にノイズが多かったら、この風景部分だけマスク除外する必要っていうのはないですね。こんな感じでしょうか。はい。で調整の方に進んで、ルミノシティを上げると、そうするとですね、星以外のところにこうかかるんですよね。これ今大げさにかけても星のシャープさが失われてないのが分かりますかね。こうビフォーアフター、ビフォーアフターなんですけど、星のところにはこうノイズ制限がかかってないのがよく分かりますね。はい。で、これで画像が完成したら、このエクスポートっていうボタンで、ディスクを選択して、まあ、好きなとこにこう画像を出力してくださいよと。まあ、ここで色空間とかファイル形式、TIFF にしたりとか、このフォトショップの PSD ファイルにして、フォトショップで読み込みし直すっていうのもできますね。はい。で、これで保存ってやると、はい。これが画像処理し終えたデータですね。でね、ちょっと一つ言っておくと、ルミナネオの場合はノイズの低減、AI 低減機能っていうのがあって、それは、すごく優秀なんですけども、主に昼間向けかなっていう印象を受けました。ルミナネオのやつだと、起動ノイズは減るんだけど、カラーノイズがちょっと減らないようなイメージがあるんで、例えば他社のノイズ低減ソフトですよね。ピュアロー4かとか、まあ、そういうのを使ってノイズ低減したやつをもう一回読み込んでやった方がもしかしたらうまくいくのかなっていう感じはしますね。うん。はい。というわけで、結構長い動画になるんじゃないかな、今日。うん。っていう感じがしますが、今ね、1時間半ぐらいも収録してるんですよね。成形写真、ルミナネオを使った成形写真の画像処理っていうところで、こういう風にやってったらいいんじゃないかなっていうのを皆さんにお見せしました。で、今、ルミナネオを使ってる方はですね、今、その成形写真系のチュートリアルとかって、まあ少ないので、今日の動画が参考になればいいなと思います。はい、ということで、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。